ということで、知り合いの結婚式にね参加させていただき、明日の対戦に向けて、前日の下見衣は行きたいなと思います。福岡でね結婚式参加させていただいて、そのまま福岡で現役設定した勝負ということで行きます。さあ、ということで店舗の方着きましたと。この店舗は来たことあるんですよね。前日の下見ますか。この法則で言うと、ここが真ん中になるから、こことここが一番当たり。はいはいはい。グラデーション。グラデーション、理想グラデーションなんてこと初めてかもしれない、やるの。っていうか、結構読みっていうのがワンチャンパチンコが参加して、全然スロットも補填できず、最終赤字で終わってしまうんじゃないかっていう気がしている。一応、回転まで届いてます。どうも、さです。本日なんですけど、11月27日、ついにこの日が来ました。前回、現役設定士さんとね、リアルなパチンコ店を使って対戦させていただいたんですけど、まあ、両番引いてね、惨敗しました。まあ、リベンジをね、したいと言ってたんですけど、ついにその日の実現しました。今日はね、福岡県でリベンジさせてもらおうかなと思います。前日に現役設定士さんの2代目のね、結婚式に行かせていただき、幸せな気持ちでね、本日を迎えることができてるんですけど、今の気持ちの持ちよう的に全然気合が入ってない。なんらいつもと変わらん稼働みたいな。なんか逆にリラックスできていいんかなみたいな。パチンコで稼働するのにリラックス緊張ってなんやねんって思うかもしれないんですけど、前回やられてる分ね、なんか絶対に勝ったんねんっていう気持ちはあるんですけど、そこに対してプレッシャーを感じてないっていうか、現役設定さんと何で勝負するかっていう話なんですけど、まあ、終始でね、対決するのはなし。運によるものなんで、じゃなくて、まあ、お店のコンセプトを当てれたらあなたの勝利ですよというのが言われてますね。前回のそのお店のコンセプトっていうのが、クソだけじゃなく、他を見れば回るやつを見つけれるっていうのが一つと、お店がちょっとカツやったかな。まあ、そういう感じのコンセプトだったと思うんですけど、まあ、そのコンセプトを今回も見抜いていくという感じになっております。まあ、もしかしたら、例えばレバブルとか、サミーとか、まあ、そういう機種になってるかもしれんし、まあ、その辺は全然わかんないんですけど、まあ、見てね。まあそういうところ判断したいかなと思います。まあ、狙いとかのいう話になるんですけど、まあおそらくメインは沖海、エヴァ。で、前回ね、めちゃくちゃ僕が勘違いしてたことが、機種ごとに強くするんか、みたいな考えを持ってたんですけど、個別でもやるっていうのを、まあ前回知ったんで、例えばですね、延々がこの店4台あるんですけど、4台やって、ここはいけるけど、ここは回らん、回らん、回る、とか、そういうのが、あるっていうのが頭に入ってるだけで、まあ、全然立ち回り方違うかなと思います。だから全体系とかそういうのは狙わず、個別でピンポイントで射抜いていくっていう感じは考えてますね。今のところから狙いは全然ないですね。ただ前日下見した時にこれ打てるんちゃうんかなっていうのは数台あって、今日のために合わせに行ってるんか、もともとなのか、まあ明らかにね、左地稼働勢が打ってたので、昨日一応見てるんで、今日生かしながらね、立ち回りたいなと思います。ということで、運命の決戦場行きたいなと思います。まあ、もうすぐね、パチ屋着くんですけど、パチ屋の近くの駐車場がね、ほとんど満車なんで、まあ、前回ね、散々煽られたんで、今回だから絶対勝つ。えげつない人おるけどな。どうぞー。ということで、シャル君、まもなく入場の幕だが、不手際はないね。前みたいなの400でパンクしたときに、燃えかけたような不手際はないね。おかげさまで、そのおかげで、抽選切り出したんで、抽選は大丈夫だと思います。抽選は。あとは再入場からの流れ、多分大丈夫だと思うけど、久々だからね、ここまで並ぶの。まあ、事故なく入場できることを願ってます。ママさんとか何枚取れたの？これで300とかだと、使いにくわいそうだなと思うけど、100番以内とか引いて、言い訳できないですからね。どういう心境で今いるのかな。前回しくじってるから、はい、相当プレッシャーを感じて今並んでると思う。2連敗したら結構さすがにブランドイメージにも傷がつくから、マジで必死に生きてると思います。
ございます。どうぞ。こっからね、ゴミブームしたら意味ないんで。あー、結構スロット行ってくれてる。よっしゃ、こっからっすよ。メインの頃俺は行きたいやつは来てんな。ということで入場が始まったわけなんですが、あ、いた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 、はい、真ん中ぐらいにいる。うわー、その左の方見てくれた。今当たり付近を見てる。そう、うわー、めっちゃ迷ってんの。ほんと気持ちいい。うわー、これめっちゃ迷ってる。気持ちいい。ちょ、多分ね、3、4は特に海は当たりだともう踏んでいて、後からでも座れて狙えると思ってるんだよね。だからじっくりと2を選んでる。これが4、4コース。4見てる、4見てる。これ50マスだったらもう勝ち。50番、あ、座るかも。あ、めっちゃ、もうめっちゃ真剣、めっちゃ真剣。頭の中で、これらかの騎士との、期待士との葛藤なんだよな、これ。多分。行ったな、50馬か。多分これ50馬行きましたね。一番当たり行ったかな、これ。第一関門はクリアかな、これで。まあ多分打ち切るんだろうけど、このまま。違うな、2番目か。大当たりから2番目の騎士。とりあえず第一関門はクリア。クソムーブではない。今日の趣旨っていうのは、糸に気づけるかどうか、だからグラデーションに気づけるかどうかっていうのが最終ポイントだから、そこをね、彼の動画でどういう風に判断してくるかっていうのが見るのかなと思います。店内なんですけどね、これ4コーナーで、これが3コーナー、全埋まりやの、ほぼ。2コーナーが、これがね、一応僕メインの通路やと思うんですけど、エヴァとか、ステオとか、リゼロとかあって、ここを一番初めに行こうと思ったんですけど、うわー、むずいな。で、これが1コーナー。これもほぼ埋まり。うわー、マジでね、朝一に判別するのめちゃくちゃむずいわ。11時21分。現状、僕が思うコンセプト、入店して20分で感じた店舗の意図は、なんとなく一人で遊べるような台、ここ共有とかできないんで、一人で遊べる、まあ、アマデジとかライト、まあ、その辺に力入れてますよってことなのかもしれないですっていう今僕の予想。とりあえず入店20分はこんな感じです。最初の5000円で200人、どうなんこれ。
勝った方がおごりでした。オッケー、最初はグー、じゃんけん、はい。ごちそうさまです。いただきます。こっち報告なんですけど、はい、マジで分からんすね2台並び、3台並びあるんですけどね。いや、あとはシンプルにこれ回るやろうなっていう思ってたやつが回ってないって報告も受けたんですよ。あ、20でしたみたいな。えー、あれ20なんすかみたいな。今の時点で分かってる人が何人おるかなんですけど店舗内に、まあそうですね、僕は絶対分かってないと思うんですよ、うん、ただそのコンセプトを分かるっていうより自分が今目の前に掴んでる台が回ってるから全然ええやんみたいな人は多いと思うんですけど、うん、大半がその人ですよね。そうそうそう、はい、そこの部分で言ったら勝てるんちゃうかなと思うんですけど、そうじゃないですもんね。そうですね、まあ、コンセプト当てないと勝ちにならない。勝ちにならないです。結構不利な勝負やってますね。そうですよ。しかもバリムズいでしょ。いや、あのね、簡単やろみたいな言う人おるんですよ。一回来てほしいっすよね。一回来てやってほしい。ね、分からん。分からんっすよね。ほんまにむずい。まさに逆の企画できないですか。なんすか。あっちが立ち回る側っすか。そうですよ。いや、ゴミムーブ確定でしょ。ゴミムーブ確定じゃないですか。いや、まあとりあえず頑張りますか。はい。頑張ります。はい。現在4時、今のところね、コンセプト全く分かってないですね。僕50馬打ってるんですけど、まあ、20ぐらいですね。おそらく、まあ、期待値ある台は座れてるんで、台選びの終始の部分では勝ちたいなと思います。コンセプトは見抜けるか分からん。今5時ですよね。はい、アキさんと銀次郎チャンネルの大地さんですね。3人でいるんですけど、強いか弱いで一斉の方で言いましょう。強いと思うか弱いと思うかで。わかりました。今日ね、はい、パチンコです。はい、一斉ので弱いすぎるっていうことなんですよ。満場一致で3人ともコンセプトはまだ分かっておらず、これはさすがに当たりちゃうかっていうのが SAO を行こうと思ったらもう埋まってたんで、もうさすがに弱いと思うけどな。
もうだって結構ね、半分ぐらい消えましたよね、人も。いや、相当。早見切りとかじゃなく、シンプルに内容でやめたっていう形跡があるんで、僕が思うコンセプトは、もうぶっこ抜きかな。シンプルに。シンプルに。多分、これでも見たら赤字なんかな。僕らの感覚と多分、見てる方が違うと思うんですよ。いや、それは赤字やね。はい。赤字なんかな。いや、僕一番腹立つんが凶楽って言われたら腹立つんで、凶楽は SAO しかないんで、今日のコンセプトは凶楽強くしましたって言われたら、いやいや SAO しかないやんか。僕だからもう見た目で判断してくださいかなっていう、もう一番大事なへそがちょっとやってるから、そこで判断お願いしますみたいなコンセプトなんか、今回ってます。自分のは今のところまだ海の夜桜が13ぐらい、超テンプ23、まあまあまあ、もちろんまでといける感じ。そうですね。アキさんがルパンの20今切ったぐらいです。19.9 ね、どうしたんや。いや、でも20はあります。あれは20はあるんですけど、これは言うとかなあかんな思って、勝負や言うて、これで気をつけるなと思って。気をつけますよ。いや、気をつけるでしょ。もしかしたらもう今からめちゃくちゃ回るかもしれないですよ。いや、まだ可能性はある。あ、まあ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 、なんかはない。いや、ね、僕 SEO の人に最後聞こうと思ってるんですよ。あ、それいいっすね。もう失礼かもしれないですけど、はい、聞いて、それで26とか言われたら、はい、やっってなりますけど、20ですか言われたら、え、どれってなるんですか。はい、戻りますか。はい、行きますか。早いんですけど、夕方ぐらいにやめます。お客さんの感じはこんな感じですね。SAO はやっぱ結構粘ってる。エヴァンゲリオンは結構やめられて、座られての繰り返し。で、海もやめられて、座られての繰り返し。ゴジェバはほとんどみんなやめなかったですね。で、隣のヤマトも全然やめてない。って感じですね。スロットは全然わかんないですけど、スロットはスロットの人に任せましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。カメラはアキさんに持ってもらってます。早めに撤退して、アキさんと銀城チャンネルの大輝さんとね、ラーメン行ってキロに着くわけなんですけど、まあ、今日のコンセプト分かりません。ごめんなさい。もう分からん。何を意図しとったんかもうマジで分からんす。もういろんな人とね喋って、まあ、ヒントみたいなのはもらったんですけど、まあ、それでも分からんかったっすね。まあ強いてこれなんかなって思うんが列かな。列、3列けど、まあ、それでも無理があるんすけどね。列並びぐらいうんすかね。そうですね、はい、列でもしかもこれは弱いんやけどなみたいなのもあるんで、そうですね、自分の中でしっくりいく答えは一切見当たらず、一応僕最初にね入店してすぐに言ったコンセプトこれじゃないかなっていうのが、一人でも遊べるような台に、まあ、当たりを作ってるっていう予想やったんです。で、まあ、結論つけたいなと思います。まあ、実際夕方ぐらいまで行ったんですけど、強いっすっていう声はなかったんで、まあ、結構厳しい日やったんかな。まあ、実際は最後僕が打ったゴジェバ
あのデータ出しておくんですけど、まあ期待値ないことはないんですけど、まあ、安いかな、全然悪くはないんですよね。ただね、なんか一応今日があのお店の最大並びやったらしいんですよ。過去最高に並んだらしくて、 X でもまあ設定士さんと対決しますってこう煽りに煽って、いざバンでこれは弱いんじゃん、イモったんじゃん、イオったんじゃんって言いたくなるっすよね。お店の普段のね、まあ、扱いもいいっていうことなんで、そこはいいんですけど、今日は今日で頑張ってほしかったなっていうところですかね。そうですね、福岡まで、まあ、結婚式も含めね、ここが来たんですけど、いい結果は残せず、まあ、今回俺負けなんかな、負けなんか、コンセプト見破れんかったら負けなんで、多分まあこれでね答え合わせして当てなかったら僕の負けになると思うんですけど、まあ期待値ある台座れたし、いろんな人に情報を聞いて、これはおきびなんぼです、 SAO なんぼですって聞く中では、僕上の方やったんで、期待値的に SAO が20、21とかが風によって、おきびも21がやったんで、僕にはちょっと答えは分かりません。また別日に設定士さんに電話して、仕掛けた張本人にね、聞くのが一番早いと思うんで、それを待ちたいなと思います。ということで、ありがとうございました。あ、お疲れ様です。お疲れです。大丈夫ですか？今眠いです。すいません、答え合わせの方前回同様お願いしたいんですけど、なんか昼ぐらいまで結局よく分からずみたいな。え、何時まで稼働したんですか？そもそも18時過ぎぐらいですかね。あーってことはやっぱ持ち玉尽きたか見切ったか。そうですね、持ち玉は一応あったんですけど、速攻全然してもよかったんですけど、大輝さんとか、まあ、秋さんとかいたんで、これはまあやっぱ YouTuber とご飯行った方が期待値あるんじゃないかなっていうので。あ、俺との対戦よりも YouTuber との飯を取ったという。そうっすね。なるほど。前回と今回だったらどっちが強いなと思いました？前回のが強かったんじゃないかなと感じましたね。なるほど。めちゃくちゃ悔しかったんで、いろいろ聞いて回ったんですよ。気になる台売ってる人にいくらぐらい回ってますみたいな。まあけどそれがね、全部が全部真実なのかって言われたらちょっと分かんないんですけど、まあ、僕がやっぱ気になっとったのは SAO と、まあ自分が売ったゴジエバと隣の天の山とは、まあ気になっとったんで、まあ聞いて、ただけどそれ聞いて回りますで何が関係性あんねんっていう、結局なんか答え分からずで、まあ僕最初入った時に言ったコンセプトのまま結論づいたっすね。ただ全然納得いかへん結果っていうか、納得いってないんですけど、遊べるような台に対象を作りましたよかなっていう。じゃあもう営業も終わったので今日のコンセプトを発表しますか。テーマはグラデーション。あー、道ってことですか？いや、釘読み対決を俺らやったじゃないですか。はい。2回目の釘読み対決の時にパチプロ対策で10刻みのゲージ出したの覚えてます？はい。対象列が3列で、はい、それは動画でも言いましたね。僕の列とおきゅうみの列と SAO の列。そうですね、はい。外側から内側にかけて10刻みのグラデーションがかかってます。あー、なるほど。島端から真ん中にかけて 0.1 ミリ刻みのグラデーションです。へー。これをやった理由が、まあ、一つ明確にあって、島間狭いじゃないですか、あそこ。はい。まあ、とてもじゃないけど後ろに弾は置けない、まあ、全部拡大係数で、でこうすれ違うのも結構辛いぐらいの島間で、ちゃんと覗き込まなくてもこう歩きながらサイズ見れるんですよね、スペース的に。って考えた時にそのグラデーションに気づけるかどうかみたいなところが今回のコンセプトで。なるほどね。内角が強いっていうのはなんとなくねあったんすよ。に加えて2列に関しては一番端が、その理論で聞くと一番端が一番回んないじゃないですか。でもその対象の2列だけ、アマデジ以外の SAO の列かなと、キウミの列だけは一番外側、見た目上そんな回らないところが一番期待値あるように作ってます。対象3列基本的に真ん中に行けば行くほど、まあ、サイズがアップするんで当然ながら回るようにはなってるんですけど、でも多分やめたってことは回りきらなかったなっていうのは思ったんですけど、20ぐらいでした。20ぐらいの着地では終わりましたね。ヤマトも座るなら内角やなと思ってたんですよ。
僕うちから3台やと思ったんですよ、ぶっちゃけ。うち3台が当たりなんかな、けどそれってコンセプトなんなんで、もう結局 何のつながりもつかめんまま終わったって感じですね。基本的に営業自体はもうパチンコ6スロット4ぐらいの比率の強さ、前回と同様突発的なものなんで、全体では黒にしようっていうコンセプトなんで、高貸しが300台なんで、まあ、30万の利益取れたらいいよねっていう感じで。でもなんか今回こっから個別のデータ見るんですけど、回りきんなかったやつが多かったなと思ってて、それはあの途中で言いました、おそらく多分上がりきってないやろうなっていうのは感じましたね。その部分はちょっと自分の反省点なんで、回しきれんかったっていう、また次やるときに活かしたいなと思いました。ということで今回はちょっと引き分けっていう形を取らせてもらっていいですか。引き分けでお願いします。めちゃくちゃボコるかめちゃくちゃボコられるから YouTube 的にも良かったんだけど、そういやちょっとすいませんでした。反省点として一個だけ言っていいですか。タチプロ系 YouTuber はさすがにアマはいかんだろうなと思ってたんですけど、なんか問答見までこしえばさったのはちょっと笑いましたね。動画のあの絵とかも関係なかったですね。もう知ったこっちゃないの、もうどんだけ再生数回らんがろうがもう絶対勝ったんねんっていう。まあけどそうですね、 SAO 行ききれんかったのはちょっと自分が情けないですね。ビビったんすよね。サイズが違うっていうのはある程度分かってたんですけど、ちなみに SAO の列は 0.1 刻みじゃないんですよ。あそこだけ1枚刻みです。 0.25 刻みです、あそこ。あ、そうなんですね。なんでそこのなんかグラデーションの山みたいになってます。へえ。0.1 ミリ刻みで作ると真ん中が一番こう最高点になるんですけど、 0.25 ミリ刻みだと最高点がこう同じ列の中に4箇所できるのかな、山みたいになってる様子なんかを見て楽しんでもらえたらなってことを思ってました。個人的にも不完全燃焼だな。売ってる人も今回はちょっとなみたいな意見が多かったんで、お店にはまた違う特備でその分頑張ってもらってっていう、この動画が上がった次の特備とか期待させてもらってよろしいでしょうか。もちろんです。逆にリベンジをお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。